えー、就職活動中外資の大手企業とこれから年収等の交渉ですエージェントによると現職と同水準の年収を掲示される多いようです家賃増額プラス家賃補助減額のため家計負担がつき6万ほど増えてしまいそうです年収の下がる転職をしたくないのでうまく交渉する方法があ教えていきたいですえっとまずあの年収は嘘ついてもバレません交渉の時はなので基本的にはあの自分の希望する年収を今もらってる年収っていうと結構通ります あの、そうは、その相手の会社は、その現状の年収を知る手段はないんですよ。で、ただ、どれぐらいの額が妥当なのかって言われると、まあ。 前の会社でもらってるぐらいの額っていうのが普通なんじゃないのっていうふうに思いがちなので、もう今もらって、例えばじゃあ今540万円で年収600万を目指してるんだったら、今は年収600万もらってますっていうと、あそうなんだ、じゃあ現状維持プラスアルファぐらいでどうですかとか、うん、現状維持だとちょっとあれなんで、じゃあプラスなんか5%、10%でも乗ってるんだったらそれいいですみたいな方をすると、なんか600万の上にプラスちょっと乗るみたいだったりするので、なので、現状維持の金額っていうのは基本的に嘘ついた方がいいです。でただあの転職 した後のその次の年の年納税の時にバレるんですけどただその時にバレるというのは、人事の人たちに源泉徴収票とかでバレるんですけど、ただその時って、もうすでに採用してる、終わった後なので、採用の際に適当なことを言ったとしても、さらにその人事で、じゃあ、いくらって実際言っていて、いくらになったかって、人事は逆に情報を知らないんですよ。 要はその面接の時に、この人は元の会社の年収いくらだよって言っていて、それで採用されましたみたいな情報って、その人事部にも残んないし、仮にその人事の採用者が記憶してたとしても、来年の時にあの人いくらって言ってたっけとかっていちいちカウントしないんですよ。要はあのそもそも厳選中心をいちいち見る人いないしね <laughs>、もう機械的に事務として、こうやーって書いて、あいって渡していくっていうだけなので、あれ、この人年収いくらって言って採用されたっけみたいなのをいちいち確認することはないので。 まだあの気にせずに適当にやっとけんじゃないかなと思います、はい、皆さんチャンネル登録お願いしますここをクリックタップするとチャンネル登録できるからクリックタップしてみてねそして他にもいろんな動画がありますそちらの方もご覧くださいそれではひげやじでしたバイバイ